打突とは、剣道などにおける技のことである。剣道では面、小手、銅、月の4種があり、薙刀はそれらに加えて、すねの5種類がある。竹内及び薙刀のものだで頭部を打つ打突のことで、最も基本的な打突である。普通は、頭部情報を打つ正面打ちが用いられるが、面の側面左右45度を打つ左右面も、存在する。 剣道では主に切り返しや素振りに用いることが多い。なぎなたでは八章からの面は左右面となる。側頭部を打つ横面は鼓膜を損傷する危険がある。ため、現在では使用しないことが多い。相手の小手の頭部を打つ打突である。相手の胴の部分を打つ打突で、剣道では原則右胴が主流であるが、一時期、面、小手。 右胴を隠す三所学士と呼ばれる守り方が横行したため、左胴も用いられるようになり、後に積極性に欠ける態度とみなされ反則とされるようになった後でも使用されるようになった。相手の喉を突くだとつで、一応は面の突き水が保護しているものの、外すと危険なので、剣道においては、中学生以下、薙刀においては、高校生以下は禁止されている。 胸つきも使用しない。銃剣道では、攻撃が月のみであるため、左腕の上下から、相手の左胸を突く銅。相手が左胸を、左手の小手で隠した。際の小手を突く小手。相手が体勢を崩した。際の相手の左胸にめがけて、左肩を突く方がある。短剣道では、喉の他、銅を突く。なぎなた独特の打突部い相手のすねを打つだとつで、 防具のすね当てが保護する。なぎなたの人部、かぶどちらのものだでも打突できる。ありがとうございます。